皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄奈良線の休日ダイヤ、1日1本だけ運行されている生駒始発の大和西大寺行き各駅停車の行き着く先についてお送りいたします。すごく中途半端な生駒始発の大和西大寺行き、果たして終点到着後どうなるのか、実際に乗車して確かめてみたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。当動画でおなじみ近鉄時刻表を見ると、土休日ダイヤに生駒始発の大和西大寺行き各駅停車がありました。出発時刻は22時37分発。果たしてこの電車は一体どんな動きをするのか。列車は4両編成。どうしてそうなっているのか、その理由は後ほど。さあ電車が入ってきました。最大まで各駅に止まります。最大ではこの電車が先に到着いたします。それでは出発です。こうして生駒から乗車すること12分、終着の大和西大寺に到着。下車した列車の方向幕を見ると真っ白に。ホームの行き先表示も入港と表示されています。そして列車は車庫へと入っていきました。まあ時間が時間だけに車庫に入るのも頷けますが、そうなると気になるのは、通常奈良線の電車は6両以上の編成で運行されますが、この電車は4両編成。果たしてどうしてなのか。その理由はこの電車が運行する前の動きを見ると分かります。21時56分5番乗り場に電車が入ってきました。この電車、王子を21時30分に出発した生駒線の電車。
その後石切型に向けて列車は移動って、大阪難波方面の電車も移動してますけど大丈夫って思ったら、その場で止まりました。そしてその方向幕は大和西大寺行きの各駅停車で止まりました。もうお分かりいただけたと思いますが、その続きを。その後しばらくその場に留まった状態でしたが、22時31分発の大阪難波方面尼崎行き快速急行が出発した後、列車はさらに石切型へと移動し、トンネルの中へ。そうして22時36分、この電車大和西大寺行き各駅停車として3番乗り場に入線したというわけです。生駒線の列車を西大寺車庫へと戻すのを兼ねて営業運転していたと考えれば、大和西大寺到着後車庫に引き上げるという動きは納得ということで、生駒22時37分発の大和西大寺行き各駅停車は大和西大寺に到着後車庫へと引き上げるという動きをしていました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったという方、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。また、このチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。